スーパーサイヤ人をさらに超える、考えたこともなかった。今からちょっとだけ過去に行って17号とか壊しても意味ないんだよな。はい、多分そっちの次元の未来ではそれでよくても、この次元には関係ないんです。難しいんだな。あの地下にコンピューターと未完成のセルが。ここだよな。はい。どうする？もう破壊しちまうか？いえ、その地下の研究所の中も調べてみましょう。もしかしたら人造人間攻略のことで何かヒントが手に入るかも。それもそうだな。よし、行ってみるか。やったな。ええ、これでこの時代にセルは生まれずに済みますね。それにしても思いがけない収穫があったな。お前が地下を調べてみるって言ったおかげだよ。まさか17号たちの設計図を見つけられるとは。これを母さんに見てもらえば奴らの弱点がつかめるかもしれません。あ、それであのクリリンさん、見つけたこの設計図を母さんに届けてくれませんか？え、一緒に行かないのか？俺、父さんと一緒に修行をしてみようと思うんです。もし本当にスーパーサイヤ人を超えられるのなら、俺も。でもベジータが一緒にやってくれるとは思えないけど。かもしれません。でも一人でするより対戦しながら修行した方がはるかに伸びが早いのは父さんも分かっているはずです。そうか、覚悟はできてんだな。わかった、頑張ってこいよ。はい。クリリンと別れたトランクスはベジータの元へ向かい、一方でクリリンは設計図をブルマの元へ届けた。ドクター・ゲロの天才的な頭脳を惜しみながらも、ブルマたちは人造人間の弱点を探り始めたのだった。そして2日が過ぎ、3日が過ぎていった。ピッコロたちはカメハウスを起点にセルの行方を追っていたが、巧妙に姿を消すセルを捉えることはできずにいた。何もできぬまま、ただただ人々が襲われ続けていた。例の怪物が今度は南地区48地点の町に現れたようです。すでに住民の半数余りが。今度は南地区か。くそ。まだ間に合うかもしれん。行くぞ。頼んだぞ。しかしセルめ、むちゃくちゃやりおるわい。アンレ、みんな行ってしまっただか。ごはんちゃんも。ごはんちゃん、気ぃつけるだぞ。うまく見つけることができればよいが。あ、悟空。おう、もう大丈夫なのけ？あ、病気はすっかり治ったさ。よかっただ。心配かけて悪かったな、父。カムシニーのじっちゃんも。よう回復した。ところで、さっきみんなが出てったみてえだけど、もしかしてセルっちゅうやつか？そうじゃが、なぜセルのこと？
夢の中でみんなの話聞いてた。大体のことは分かってる。なんと、オラも修行しねえとな。もう戦う気け。ダメだ、もっと寝てねえとダメだって。心配すんな、まだ戦うわけじゃねえ。今のベジータに勝てねえんならオラにも勝てねえから。修行して上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人の上をな。スーパーサイヤ人のさらに上を目指すやと。父、ご飯も修行に連れてってやりてえんだが、いいか。冗談じゃねえと言いてえとこだが、止めたって無駄だべ。しょうがねえな、どうせならうんと強くしてやってけれ。父、ただしこの戦いが終わったら今度こそご飯ちゃんの勉強の邪魔をさせねえだぞ。そんでもって悟空さんは働いてもらう。あ、サンキュー。じゃ行ってくる。こいつで近づけばセルに気を悟られる心配はない。今度こそ。ずる賢いやつだ。近づいても隠れられては探しようがないぞ。悟空、うん、どうやって来たんだ。例の瞬間移動ってやつか。あ、もうしっかりいいのか。まあ腹は減ってっけどな。神殺様、名前まで合体させるんじゃない。基本はほとんどピッコロなんだ。ピッコロと呼べばいい。ほら、今のまんまじゃ人造人間にもセルってやつにも勝てやしねえ。ご飯連れて修行に行ってくる。たった一日で一年間の修行ができる場所へ。そうか、精神と時の部屋へ行く気だな。しかしあの部屋で1年間過ごし通せた者はいない。昔のお前もせいぜい1ヶ月がやっとだったはずだ。あの時と今は違う。今度は大丈夫だ。それとあとベジータとトランクスも連れて行く。あいつたちもきっと耐えられる。ならば早く行くんだ。セルは人間を殺しどんどん力をつけてきている。ああ、悟空、聞かせてくれ。フリーザよりもとんでもねえ敵が現れて怖いか、それとも嬉しいか。両方だ。そうか、諦めてないってわけだな。いいぞ、ご飯行こう。ベジータたちを呼びに行く。はい。ベジータさんたちはどこで修行してんだろう。ずっと向こうから木を感じんな。行ってみようぜ。成果はダメです。父は俺をただの厄介者としか見てくれてません。その父もこの3日間ただああしてじっと立っているだけで。さすがベジータだ。ぼんやりとスーパーサイヤ人のさらに先が見えてきてるらしい。邪魔だカカロット、失せろ。そう言うな。修行にいい場所知ってんだ。精神と時の部屋っちゅうんだけど、たったの一日で一年分の修行ができる部屋が神様の神殿にあんだ。本当か。あ、ついてこいよ。別にオラと一緒に修行しようっちゅうんじゃねえから。だけど部屋の定員は二人までだ。
時間がねえからおめえはトランクスと一緒に入ってもらうぞ。いいだろう。ただし俺たちが先に入る。いいな。あ、オラが子供の頃そこで修行したことがあるが、その時は1ヶ月くらいしか入ってらんなかったくらいに厳しいぞ。上等だ。俺にとってはちょうどいい。父さん、今度は俺も一緒に修行させてください。俺は足手まといなんかにはならない。勝手にしろ。ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけど、いいか。わかった、ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める。俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り、仲良くしろよ。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない、ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと一年間も。おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。あ、はい。遠慮はいらん。行きます。お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。俺は父さんとは違う。軟弱者が、俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。次は
あの町を狙うとするか。待っていろ、17号、18号。人間どものエキスを奪い、スーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐは。ベジータとトランクスが精神と時の部屋に入って間もなく1日が経とうとしていた。この神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中が。やっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ、もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。のよ。人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。クソ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちを来るな。無駄だということは承知しているはずだ。奴らのどちらかでも破壊できれば。なあ、化け物め、一体どこにいる。まだセルが奴らを吸収していなかったのは不幸中の幸いか。ほう、手強そうな奴がいるな。ふん、おい、何も喋らなければ今度こそ殺す。いいな。ふん、前のように簡単にはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げる。ちょっと待って。
互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。セル、しまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ、17号。そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ。そいつはセルという名でドクター・ゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。何だと？喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクター・ゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ、逃げるのだ。17号、敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ、無口なお前が口を開いたと思ったらこの俺に逃げろだと。バカにするな。くそ。
なんてことだ。セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう。もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君、見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか？ええ、17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません、すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思って、もう近くまで来てるのよ。すぐにそこに着くわ。ありがとう、ブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よっ、天津飯、戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから、気をつけてよ。それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるから、ブルマさんが持って行ってくれませんか？いいわ、クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号、やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。どういただこう。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ、今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。
逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんな、チャオス。俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さて、パワーの方はどうかな。16号。さあ、今度お前の番だ、18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補はっ。何をしている。早く逃げるんだ。はっ。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろったらやめろ、天津飯。死ぬな、天津飯。おのれ、たかが天津飯ごときに邪魔をされたか。孫悟空、おめえがセルか。ピッコロの木だ。ピッコロはまだ生きてる。何をするつもりかわからんが、お前を逃がしはせんぞ。なんてバカでけ。やっ、はっ、はっ、やっ、やっ、やっ。聞いてる気がしねえ。ほっ。どんだけやっても平気な顔してやがる。これは期待外れだったか。気を作って逃げるしかない。よっ、力よっ。
以上だ。今天津飯とピッコロを助けるんが先だ。どこへ行った？ん？どうやって移動したのだ？今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。何を言い出すのかと思ったら、たった一日で何ができるというのだ。二人とももう大丈夫だ。神様の神殿に戻れば先祖がある。逃げる気か？そうはいかん。け、逃げられた。消えるとは妙な技だ。孫悟空、いつの間にあんな技を。おっと、18号を捕まえねば、孫悟空など今やどうでもいい。壊れている16号と一緒では、そう遠くまでは行けないはずだ。セルは異常なまでの強さだ。はっきり言って誰も勝てない。おい、ベジータとトランクスが部屋から出てきたぞ。本当か？どうもすみません、お待たせしました。父は2ヶ月ほどでスーパーサイヤ人の限界を超えたようでしたが、それでも納得できず今まで時間が。トランクス、余計なことは言うな。うまくいったんだな、ベジータ。さあな。だが貴様がこれから中に入って特訓しても無駄になる。この俺が全てを片付けてしまうからだ。セルも人造人間どもも。ほら、さっき進化したセル見てきたが、とんでもねえ化け物だったぞ。いたいた、クリリン君の言った通りね。あ、ねえねえ、ちょっと、あんたトランクスじゃないの？そうでしょ？ええ。なんで髪型変わってんの？カツラ？ここには不思議な部屋があって、そこでの1年は外のたった1日なんです。その部屋で俺と父さんは修行して。へえ。一体何をしに来たんだ、ブルマ。ほら、ベジータが着てる戦闘服ってすごく防御力が高いじゃない。だからみんなの分も作って持ってきたのよ。へえ、意外と軽いんだなこれ。さっきも言ったが、カカロット、貴様はその服を着ても無駄だ。おめえがセルを倒しちまうからだろ。そんならそれが一番いいさ。よし、ご飯、今度は俺たち親子の修行の番だ。はい。はっ。部屋の中厳しい。よし、わかりました。またお前たちと差が開いてしまうな。修行頑張ってください。ベジータたちだけでセルに勝てるかわからん。部屋の中厳しいからな、覚悟しとけよ、ご飯。
スーパーサイヤ人のその先へ、戦士たちの荒修行。何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。こんなとこで一年も。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。スーパーサイヤ人に僕が なれるかな。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしご飯、おめえにゃそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっとオーラを持ってる。そんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ。ご飯、まずは軽く体でも温めてからだ。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。
それじゃ木をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。怒り、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。あ、気が回ってきたようだぜ。ほう、パワーが湧き出してくる。ええ、